いたらモンスター、こんにちは、ロシアン佐藤です。今日はですね、視聴者さんからリクエストをいただいたメニューを作って食べようかなって考えてるんですけど、何かと言いますと、しっぽくうどんです。さぬきの方のね、郷土料理だそうなんですけど、茹でたさぬきうどんの上にいりこだしで煮たお野菜とかね、鶏肉、具沢山のだしをねかけて食べるさぬきの方の郷土料理だそうです。で、なんか多分ね、お店とかによって具材いろいろ違うみたいなんですけど、今日はですね、シンプルな感じで鶏肉、大根、人参、里芋、油揚げっていう結構シンプルな、ね、具材のレシピで作ってみようかなと思います。さぬきうどんの上に具沢山のお出汁のかかったしっぽくうどん作って食べてみたいと思います。見てね。じゃーん、できました。しっぽくうどんです。めっちゃいい出汁の香りがしてます。あー、たまらん。ほんとね、出汁と醤油だけのおつゆなんですけどね、食べるの楽しみですね。で、お出汁を取ったいりこと昆布使って佃煮的なやつ作りました。ハチ休めという感じではないんですけど、これも一緒に食べたいなと思います。ごま油と醤油とみりんで炒めました。で、最後ごま絡めてね、いい匂いそれでは早速いただきます。あー、お腹すいた。めっちゃいい匂い
うまっ。あー、だし染みてる。いりこってよく言うんですけど、私たちの地域だと煮干しのだしがすっごい出てます。で、頭とか内臓がついてない煮干しでやったので、えぐみがなくて美味しいです。私ね、スキッとした煮干しのだしが好きなので、今回煮干し、頭と腹わたを取ったやつ使ったんですけど、このちょっと臭みとかえぐみがね少なくて美味しいです。あー、鶏肉柔らか、美味しい。味付けがお醤油だけだから、ちょっとだしを一生懸命取ろうと思って作ったんですけど、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。うん、里芋もいいね。おつゆのも、鶏の出汁も出てるからね、すっごい旨味が強い。あー、うまっ。大根丸ごと1本分入れてるから、すっごいいっぱい。このね、だしを吸った具材が最高ですね。あー、具材がたっぷりでめっちゃ食べ応えがある。おいしい。なんかお鍋食べてるみたい、ちょっと。大根の山。この出汁柄で作ったやつ食べます。めちゃ噛み応えあるけど、ブリブリで、でも噛めば噛むほど美味しい味が出てくる。うまい。ここで味変というか、お出汁をさらに足すみたいなことやりたいと思います。じゃん、こちら煮干し節です。カツオじゃなくて煮干しの削り節なんですけど、煮干し出汁なんでね、ちょっとこれかけて食べてみようかなと思います。でい、あー、めっちゃ煮干しの香り。そりゃそうだ、なんだけど、香りが余計強いですね。えい。うんま。むっちゃ煮干しになった。すんごい煮干しが強くなりますね。で、やっぱすすった時の香りが、一番煮干しの香りが強くなるね。煮干し出汁好きにはいいと思いますね。うまい。
完食。結構残り少なくなってきたんですけど、京都の黒七味使わせていただきたいと思います。ありがとうございます。大事に使ってます。ちょっともったいなくて普段あんま使えないっていうね。めっちゃいい匂いなんですよね。あ、調子こいた。ちょっと調子こいて吸いすぎた。あー、びっくりした。うん、普通の七味よりもね、だいぶスパイシーなんですけど、香りもその分強くて、とってもね、この出汁の効いたつゆと合います。よし、ラストスパートいきます。完食しました。ごちそうさまでした。はい、しっぽくうどん10人前完食しました。美味しかった美味しかった。めっちゃ美味しかったです。結構お野菜がメインだったので、どんな感じの味になるのかなって思ってたんですけど、本当に優しく、すっごいお出汁が染みた野菜がね、とっても美味しいおうどんでした。味付けはね、すっごいシンプルにお醤油だけだったんですけど、丁寧に出汁を取った分めちゃくちゃ美味しく出来上がってました。幸せです。結構簡単に、本当に好きなお野菜を煮て作ればいいみたいなので、ぜひぜひ皆さんも、まだちょっと寒い日残ってると思うんで、しっぽくうどんやっていただけたらなと思います。いやー、さぬきうどんまだまだ奥が深いですね。あの、釜揚げとかぶっかけとか、普通にかけうどんとか、ああいうのばっかりしか食べたことなかったので、こういうしっぽくうどんっていう食べ方がね、一つ発見できたのはまた良かったなと思います。コメントくださった方ありがとうございました。それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。今回はしっぽくうどんでした。はい、さぬきのうどんの新しい食べ方発見しちゃったなという感じでした。しっぽくうどん、その場所によってとか、お店によってとか、ご家庭によってとか、多分全然味が違ってくるかなと思うんですけど、うちのしっぽくうどんこうなんだよみたいのがあったら、ぜひぜひコメント書いてもらえたら嬉しいです。またしっぽくうどんリターンズやるかもしれないしはい、それぐらい大満足のうどんでした。ご当地うどんまだまだたくさんあると思うので、またうちのご当地うどんこんなのあるよみたいのもコメント書いてもらえたら、気になったやつ作ってみたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。